んなところかな。はい、基本的な仕込みはおおむね問題ないと認識しています。このまま順調に作業が推移すれば72分後に全ての作業が完了します。なんとか間に合いそうね。二人がいてくれて本当に助かるよ。じゃあさっさと終わらせちゃおう。ピコマスター、来客です。もう？おかしいな、まだ時間じゃ。ケーナ、どうしたの？お邪魔します、メルル。もしよろしければ午後から私とお買い物に行きませんか？ケーナの方から誘ってくれるなんて珍しいね。ちょっと嬉しいな。でもごめん、午後から出かける予定があって。お出かけですか？で、やっほー、メルルちゃん迎えに来たよ。トトリ様？あれ、ケーナちゃん。メルル、お出かけというのはトトリ様と？そろ時間よ。さあ出発しましょう。今度はミミ様まで。あら、トトリにケーナ、なんであなたたちがここにいるのかしら。私メルルと一緒にお買い物に行こうかと。あ、メルルちゃん、今日は私と素材採取に出かけるんだよ。何言ってんのよ。メルルは私と魔物退治に行く約束をしているのよ。しまった、間違えて予定を2つ入れちゃった。メルルちゃん、素材採取に出発しようよ。あ、はい、いいえ、メルルは魔物退治に行く予定だったわよね。私と二人でね。その、ちょっとトトリ、なんであなたまで一緒についてくるの。ミミちゃんこそ、メルルちゃんは私と二人で素材採取に出かけるって言ったでしょ。違うわ、メルルは私と一緒に二人で行くの。そう約束したんだから。ごめんなさい、私が予定を間違っちゃったせいで。メルルちゃんが謝ることはないよ。ミミちゃんが諦めればいいんだもの。何を言ってるの。採取と魔物退治とどっちが大切なのよ。だったらミミちゃん一人で行けばいいんだよ。ミミちゃん強いから大丈夫でしょ。一流の冒険者はお互いの背中を守るために単独で行動したりはしないの。私の背中はメルルに預けるんだから。あ、私だってメルルちゃんに素材のことをいろいろ教えてあげようと思って。私もメルルと一緒にお出かけしたいのですが。何か言った？いえ、何も。ああ、もう